おはよう、ジャンポーン。ひなたぼっこ。ぽんちゃん。ぽんちゃんは、安価の上に乗っているから、まあまああったかいけど、日差しは、ジャン君が撮っています。ジャン君の影になっているぽんちゃんです。この辺ちょっと日が当たってるのね。ジャン君はお日様でぬくぬくです。まあいい取り合わせかな。さあ今日はですね、ジャン君は病院の日です。ジャン君病院病院って言っても気がつかないね。はい、病院に行くのはあなたです。またギャーギャー言うよね。はい、ジャン君、今日は病院にこれから行くのでね、きれいにしていきましょうか。いいね、ジャン君きれいきれいするな。きれいきれいきれい。おめかしして病院行くの？今2時なので、あと1時間、3時から病院はやっているそうです。よいしょ。3時早々に行って、うん、早めに帰ってきて、夕方は6時から生配信やります。へー。その前にね、キャリーケースカバーを自作しました。自作って言ってもこんなの作ってっていう風に、うちの黒犬の母にですね発注したら、もう早々に出来上がってきたので、うん、これからお見せします。お母さん仕事早いの。今日の商品はこちらです。キャリーケースカバーかっこお手製。これがですね、インターネットでちょっと調べてみたのね。そしたらキャリーケースカバーっていうので、すで、に売っているものも、でも、ね、なんか1社か2社ぐらいしか作ってないんだけど、あります。もっとね、手の込んだ、こういうふうにここで折り返しになってて、ここにねかぶさるようにとか、ここにファスナーついてとかありますが、うちのはこれです。ここにゴムが貼ってあって、こういうことです。それだけ。そう、こういうものですね。はい、ちょっと、お母さん的にはこことか開けない、開けるのかと思ってたって言われてて、いや、全部閉めた後にスポッてかぶせればいいから、ね、それでいいと思うって言って、まあ第一作、要は初号機ですね、はこういう状態で、いいと思っています。そしてこれね、かぶせる時もこうやってかぶせた後に調整して、ここから取っ手を取り出すだけですね。こんな感じ。一応ね、ここの下に足がついてるから、そこぐらい以上かぶるようにしてもらいました、はい、そうすると取れにくいかなと思って、はい、ということで、まず試作品として作って、これを、可愛い柄のものを、作っていきます。私これはお気に入りの布なんだけど、ね、鳥さんとかがついてて、葉っぱとか鳥さんとかで、こうなってます。もう一個はピンクの、はい、なおこれは試作品のため非売品です。まずね、そうだ、説明としてはなぜこれが必要になったかというとですね、まあ先輩の、なんだ、保護ボランティアのね、方から連絡があって、カバーかけなさいって言われて、あ、そうだったと思ったのは、キティシッティング、キティなんだっけ、もう忘れちゃった。チャコちゃんとか
キティじゃないね、キトンシティ。キトンシティ、そうだね。キトンっていうんだったね。キティっていうのはキャラクターだね。そうか、キティちゃんだね。キトンシッティング、要は、一時預かりですね、の時には必ずここを、風呂敷で包んでですね、うん、移動していました。なぜかというと、まあ寒さ対策っていうのもあります、風がね通り抜けたり移動中ですねに、っていうのがあるので、それが一つと、もう一つは目隠しですね。怖がっているので、目隠しをするっていうことが一つ、それからもう一つ大事なのが、このキャリーケースが、万一よいしょ、まあ低年劣化とかね、3年5年使っていると低年劣化した時にこういうところが外れたり、ここが外れたり、した場合にケースがこうカバーがこうついていると、一旦そこでストップできるということがあります、そういうのを今回まで2回使いましたが、ジャン君ポンちゃんの時に忘れてました。このまんま使ってました。私は1回目は思ったんだけど、うん、すごい慌ただしかったじゃない。そうだね、ポンちゃんも大泣きしてて、うん、でまあいいのかなって思って、うん、まあいいかになって2回目は忘れてました。クロケンはもうすっかり頭から外れてました。1回目はポンちゃんも連れてかなきゃいけなかったので、うん、すっかり忘れてました、うん、ですのでですね、ワンちゃんの場合もそうなんですけど、暗くしてあげると安心するっていうことは両方同じようです。でこの間ドッグワンというね、ペットホテルのところでちょっといろいろ考えて、あ、なるほどなと。じゃあケースっていうかカバーを作ればいいんだと思って、作りましたが、アマゾンに行くと市販品が、売っています。2000円ぐらいで、売られていますので、そちらの方が多分ね、僕らよりも今考えたばっかりのこの商品よりはずっと前から考えて、しかもプロがやってるはずですので、うん、縫製もしっかりしてやってるんでしょう。日本製って書いてある、ちょっと高いのもあったので、もしも、うちの開発が進んで、すごいのが出来上がって、じゃあ販売しようっていうことになっていなければ、そちらお買いください。ではね、病院に連れて行く今30分前になりましたが、キャリーケースをここに置いてですね、今気をそらせて、これに興味を持たせてですね、自分から入ってくれるぐらいの感じになるといいななんて思っているんですが、せーの、もう気づいちゃってます。ここにおります。はい、ジャン君、はい、なでなでしようか。あ、もうカッチカチカッチカチ、うん、もう身構えておりますよ、ジャン君。さあ、じゃあほっときましょう。30分後に、忘れてくれることを祈っております。気がついたらちゃんくんこっちに移動しておりました。どうやらそーっと気がつかないうちに登ったようです。まあこっちの方が確保しやすいかな。洗濯ネット使ってみるっていうのもちょっと考えながら、あと15分になります。はい、はい、よいしょ、ジャン君は洗濯ネット使いました。今日は、はい、大丈夫大丈夫、はい、ポンちゃんも心配して泣いておりますが、ポンちゃん今日はお留守番ね。はい、お返事だね。でこのカメラを持ちながらが大変なんですな。やります。はい。こうです。はい。お、よいしょ。遠い。遠いです。よいしょ。はい。なんとワンタッチでもなく、こんな感じです。目隠ししたのでジャン君はおとなしい感じかな。よいしょ、はい、おとなしいね。
おとなしい。むしろポンちゃんの方がどうしたって感じですね。ポンちゃんアリコンね。でポンちゃんちょっとだけちょっとだけうちで我慢しててくださいね。はい。結構静かめかもしれないね。大丈夫だよ。行きますよ。はい。はいはい、あ、ポンちゃんが覗いてる子見なかった、うん、まあいいでしょ。ジャン君のエリゾースからです。診察は終わりました。今おしっこの中の石の種類を、検査してもらっているところです。それに言おうかどうかちょっと。はい、すべて終了です。ジャン君これから帰りましょう。はい、はいはい、よいしょ。さ、じゃあはい、上でも泣いて待ってるね。はいはい、ポンちゃん、よいしょ。はい、はい、はい、ポンちゃん、はい、はい、はい、ポンちゃん、はい、はい、うん、はい、はい、どうぞ。ジャン君、チェックですか。まだビビってる？ジャン君、なんでシャー言ってんの？はいはい。ジャン君の病院のまとめをしておきます。ですね、このところ、ご飯、あ、トイレの回数は、やっぱり、続くときは続く。でも間も空くっていうような状態ですね。便座の置き方が長くなった気がする。少しずつね、良くなってんのかなというところを、先生にはお伝えしました。でご飯も、ちょっと食べ残しはあるけど、食べていますということも伝えました。で体重は 100g 減っちゃいました。これは多分、病院食だけになったので、かなというところですね。まあ、おやつとか、うん、カリカリの前のチュールがなくなったから、そういうことかなとなりました。で、行った先ではですね、カテーテルやっぱりやりました。ジャン君
そしておしっこを取ったところ、色はね全然黄色かったのであれって思ったんだけど、成分的には、血が混じってますね、と言われました。でそれ以外はね、うん、大丈夫と。血が混じっているというのはどっかに炎症があるということであると、うん、そして、前回2週間前に行った時に、なんだっけあの、CT じゃないやつね、超音波エコー検査だね。エコーだ。超音波検査って書いてある、エコーを2週間前にエコーを取ったんですけれども、そこには石が映っていてですね、ということは石は確実にあるということです。ただし、尿の方で成分を調べたところ、前回2週間前の時も、石の成分が出てませんと、まあ、これはそういうこともあるので、次回っていうことで今回も調べたんですが、石の、成分が出ませんでした。石の影はちゃんとあるにもかかわらず石の成分が出ないというのは古い石かもしれないと、昔々にできているのかもしれないですという話で、まだ今のところこの辺は全然わからないということなので、また2週間後にですね、行って調べてみようということになりました。で、エコーの方をですね、次回はまた取ろうかなと思っているんですけれども、なぜならば愛の力でですね、石が溶けていなくなってるんじゃないか、奇跡が起こってるんじゃないかしらということを、まあ考えたりなんかして、ということもあってですね、それもね、一概に、夢の話ではなくてそういうこともあるんですって。なぜならば今食事を完全病院食というかですね、血石に関するその改善するようなご飯だけを食べさせていますので、もしもその成分まだわからないんですけれども、石がですね溶けるタイプの石だったとしたら、小さくなってるかもしれない、小さくなったとしたらそのままおしっこと一緒に出ちゃうかもしれないということで、2週間後になくなってることを、イメージしながら、イメージトレーニングしながら頑張りますということでした。でね、どうしても取れない石だった場合は、手術っていうことも考えても良いかもしれませんねという話ですが、ジャン君11歳です。11歳っていうと手術なんかにはもうそろそろ、年齢的にね、まあこれを過ぎるとちょっと危なくなってくるっていう話があるので、考えた方がよろしいかということなんだそうです。11歳はあと2ヶ月後だけどね。おお、そういうことか、うん、ということで、ジャン君の手術というところまで頭に置きながら2週間後の、結果を待ちたいと思います。お金もか